東京で会った時にどうしても来てくれへんかな丸山くんって言われたんですよ。いやでも兵庫ですか兵庫ですかって、いや兵庫はちょっとって言ってたら、何回も何回も丸山くんちょっと手伝いに来てくれへんかなって言われたんで、今日ここ大阪でしょ大阪じゃないですか。そして兵庫の方いっぱいいるんじゃないですか。兵庫の方いらっしゃいます。ねえ、いやもう絶対この選挙行っていただきたいですよ。東京の方でも、もうなんか日本中でもですね、政治家この話題ばっかりしてます。兵庫どうなってんねん、斉藤さんは悪いやつじゃなかったのかと、みんな知らないんですね。それはさっき立花さんが言ったように、もうずっとマスコミは隠してるからですよ。こんな状況、わからない状況でもう絶対変えたらあきませんよ。で変えたらどうなるか、皆さん今までもそうだったじゃないですか。政治、総理大臣変わったらどうなりました。その人の悪事にしても、正しかったのか良かったかもわからないまま次の話題に移ってしまう。でなんかやっぱり B でダメだったんだからダメだったんだろうと、真実も明らかにならないまま次の話になってしまうんですよ。でも今回の件どうですか。百条委員会、県議会議員やってんのに何にも明らかになってないじゃないですか。お前ら明らかにするのが仕事やろって、兵庫県の皆さんの力で塗り替えていただきたいんですよ。誰に言えろっていうのはね、これごめんなさい、公職選挙法で言えないんです言えないんですけど、ここで聞いてくださってる方はみんな分かってると思う。そして決して立花隆には入れないと思います。入れちゃダメなんですよ、これはね、言って大丈夫なんです問題は、本当に問題なのは、今こう真実が明らかにならないことだと思います。もしかしたら当然斉藤さんだって反省してるんですよ。本人も自分で言ってる、悪かったとこもあるかもしれない。でも事実なのかどうかも曖昧なまま、百条委員会も途中、第三者委員会も途中、それでなんか悪いんじゃないのみたいな空気で辞めさせられて改革が終わっちゃう。こんなんで兵庫県本当にええんですかね。私はね、維新の会にも文句言いたいですよ。お前らね、推薦して公認して応援したんやったら最後までケツ持ったらんかいと思いませんか大阪の皆さん思いません。それが関西人の人情でしょ。一緒の改革をやろうとしているんですよ。兵庫で大阪でやろうとしている改革も兵庫でやろうとしているんですよ。なんでその仲間がね、ちょっと周りの空気の中でピンチやったら普通支えるのが仲間ちゃうんですか。もう維新の会ほんとね、がっかりですよ。自分たちは衆議院選が近いからなんか分からへんけども、知事一回やめといた方がいいんちゃうかって、そんなんでいいんですかね。兵庫の皆さん、今こそ怒ってください。今日ね、ここ来るまでにマスコミの人と何人か話したんですよ、電話で。これね、言えるラインがあるんですけど、言えるラインで言うと、言うてめっちゃ接戦です。これはね、びっくりする。この1ヶ月前には誰もこんなこと考えなかったですよ。で、この空気を作ったのはここにいる立花隆ですよ。ねえ、だってマスコミは何も言わない真実を隠す。その中でこのネットで立花隆、実はね、まあ、本人も言ってましたけど、1ヶ月前は、いや僕もどっちが正しいかわからんって言ってたんです。本当そうなんです。ほんまそう。でもそこで一緒に NHK 党で国会議員やってる2人の情報を得てですね、あ、これはどう考えても県議会もおかしいんちゃうもん、話を深めて、そっからの行動力がすごい。もうすぐ兵庫に行って、ありがとうございます、兵庫に行って話集めて YouTube で発信したら、 Twitter、 今 X ですね、 X もどん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 情報集まってくる。何おかしいぞ、 PC になんか変なもん入ってたんちゃうかって、どうやら県議会が裏で全知事とつながってて、まあ、元知事ですね、伊藤さんとつながってて、いろいろ政治的工作してるんちゃうかって、いろんなもんが出てきます。でも皆さん、そんなん全然1ヶ月前は知らなかったんじゃないですか。お、僕も知らなかった、そして私も知らなかった。だから知りたいんですよ、兵庫の皆さん、知りたくないですか。大阪の人も知りたいぞ、大阪府民としても知りたいですよ。ありがとうございます。絶対やめさせてあきませんよ、今日の皆さん、こんなん絶対やめさせてあきませんよ。きちんと真実を明らかにするために
ずもう一回、誰とは言えないけども、もう一回、戻ってですね、そこに堂々と語ってもらったらいい。不倫の話だと、ほんまやったら公務員なんですからね。きちんとそれも話してもらわな困りますよ。その先に、県民の皆さんが判断いただく場を作っていく、これが本当の政治ですよね。そんなんもなく今、急いで選挙して、前知事を辞めさせようとしてる、こんなん絶対止めなあかんって立ち上がったのが、立花孝志ですよ。もうね、本当はこんな演説来たくなかったんです、大変なんで。でももういても立ってもいられんし、ギリギリやって聞いたから、ほんまにこのギリギリなんです。ぜひね、周りの方にこの状況を語って、こんなわからんままでいいんですか？真実を明らかにするために、兵庫の皆さん投票行ってください。そして大阪の皆さん、兵庫の皆さんにね、行こうよって言ったってくださいよ。ありがとうございます、お母さん。お願いしますよ。立花孝志応援してくださる方、ぜひね、一緒に兵庫を変えてみましょう。ほんで、昨日からおとついからひどかった。市長が22人でね、寄ってたかって。なんやねん、急にな。びっくりするよ。まあ、ギリギリ公職選挙違反か微妙なとこなんですよ。あれ、ずるいですね、ほんまにね、政治的に。でも分かりましたね。誰が、あっち側で、既得権を守ろうとしてるのか、明らかになったじゃないですか。まあ、その証拠にあの、イケメンで、頭のいい、芦屋の市長、入ってませんもんね。もう見るからに分かるじゃないですか、どっちが悪いかなんてね。こっからきちんと明らかにしていきましょうよ。このまま辞めさせたら絶対明らかになりませんよ。明らかにするために、誰に入れろとは言えません。だけども、明らかです。皆さんの力を、あの人に貸してください。心からよろしくお願い申し上げます。